生クリスナーの皆さん、お元気ですか?。私が弁護士で俳優で、文豪の墨田龍平です。今夜のゲストは、当番組の論説委員長のこの方です。どうも、竹内由佳子です。よろしくお願いします。<laughs> よろしくお願いいたします。はい、竹内先生とは、うん、真冬のサイキックミーティング以来ということで。あ,そうそうそうあの、もうね、大雪の中。大雪の、ええ、雪の日で、でも。 雪ででかったですよね、うん、あの日って、竹内先生がもう真夜中の2時から MBS の生放送出られるっていうことやったんで、あれもうね、雪がもう、あもうほんまに豪雪に近い雪やったんで、うん、それうそうそうそうで、竹内先生も、真子さんもすぐに帰られたんで、あれ、打ち上げとかね、変に行ってると、もうだからか、あの大阪に戻れなかったっす、ね、そうですね、ね全く雪も降ってなかったら、うん、多分打ち上げ行ってたら、はい、竹内先生、飲んでらっしゃるじゃないですか。ももうボロボロかし 生放送で3時間ぐらいやりましたからね飲んだらだめでしょ、ダメですね、やっぱりその前にね打ち上げどうしますとか雪降って分かってないに、あにいいですよ、そのがそが2時とかまで時間潰せへんから終電で大阪戻りますわみたいなことをおっしゃってたんですかあ1杯ぐらい飲んできますわって言ってはりましたけど、いいいっぱじじゃゃ終終わわんんなななでですすかねやちょっと飲むと。 だからやっぱりお酒飲む方は全部そうですよね、呼び水というか、いっぱい飲んじゃうと、もういっぱいくらいかていうことで気がつくとね、仲良かったんじゃないですか、僕ね、さすがね、やっぱりこっちゃんやなと思ったのが判断早かったじゃないですか、あの人は判断早いじゃん、駅に迎えに来てもらうとかね、もう今日はこれで解散とか、僕らちょっとずるずるするじゃないですか、いや行ってもらえんだなとかね。 大丈夫みたいなね、言うじゃないですか、それじゃなかった、本当にすっと帰れたので、もう本当、大阪に戻れたし、大阪は比較的、寒さも緩かったので、結構ね、大丈夫やったんですよ、大阪の人たちは、え、早く来ましたねぐらいの感じだったんですけど、京都でおったらね、やっぱり大変だったと思うんで、でもあの晩のサイキックミーティングは、竹内先生がやっぱりね、再評価といいますか、こんなご本人を前に言ったら失礼ですけれども。 やっぱあのぐにもつかない話をさせたら、やっぱ竹内兄貴の右に出るもんはいないとい、<laughs> ああどうでもやなことを。いう評価をまた再評価をあのツイッター上でも皆さんが言ってありましたね。もうね、それ僕すごいなって思うのは、ぐにもつかない話って、もう老若男女問わずみんなするじゃないですか。はいしますよ。どうでもいい話って、だから言ったら。 競技人口全国民じゃないですか言うてみたね、その中で右に出るもんはいないっていうことは、もうね、その道のねトップランカか、もっと称賛されてしかるべきと言いますか、本来ならね、今 WBC やってて、大谷選手がすごい、ダルビッシュがすごい、そういう話になりますけれども、野球は。 限られてるじゃないですか。う言うたらね。らねできる人も限られてるし、<laughs> 競技人口もね、ある程度限られてる。具にもつかない話、取るにたらへん話っていうのは。うん、もう皆さん、日常生半生やってますからね。うん、その中で、竹内先生しかできない話があるっていうことは、うん。これはね、ひょっとしたら才能かもしれないかなでも、でもね、その、うん、大谷やったら、もうチャーター機で。うんうん ね。ああ、そは4000万で、みたいな。はいはいでも、田口先生、今日も、軽犯電車乗って。自腹でね、来てますよ。そこは。でも、ギャラいただいて帰りますから、ここは美味しいんですけど。その、あの、軽犯電車の別にプレミアム化、乗るわけでもなく、ですよね。はい。いやいや、だからね、そういうもんやと思うんですよ。だから、これに対して何か対価がね、対価がもし、自分は思ってる以上のものがあればね、やっぱり具にもつかない話はできなくなっていくと思うんですよ。あ。 帰ってだから余裕,余裕を持って見ちゃうから、こんなものもあっていいんちゃうのって話になっちゃうじゃ、うん、えー、でも今はそうじゃないからいや、なんでこんなことがあるんだろうというこの、<laughs> なんていうのかな。<laughs> <laughs> ある種の怒りみたいなものもあるから、なる,なるほど、なるほど、そうか、そうか、ええ、そこが僕ねあの、なんていうのかな、お塩みたいな味付けのなんか要になってる気がするんですよ、ねええ、<laughs> だからそのまんまに、具にもつかない話が協議化されて、対価、うんはい、が発生するようになったら、だめだと思います、かえってだめだと思います、あのうん、この前もね、コマーシャル見てたら、はい、芦田愛菜ちゃんって最近、コマーシャルよく出てるじゃないですか。ええ、芦田真奈ちゃんが出てきてき、はい なんかね某大手メーカーの冷蔵庫のコマーシャルやってるんです、スーパーかなんかに若奥さんみたいな女性が並んでて、あれ、卵どうしたかなって言うんですよ、立田愛ちゃんがうわー出てきて、気になるでしょ、卵っていって、いわゆる冷蔵庫の中に卵あったかしらと、前買ってたかしらと、買ってて残ってるかしら、もうゼロじゃないかしら、買わんとあかんのかなとかいろいろ悩んでるわけですよ。が出て あの気になるでしょう。てあ若奥さんが気になる、そしたらこれとか言って、その冷蔵庫は、このスマホかなんかで中身がチェックできるんですよ、それでチェックしたらね、卵があって、ああ、買わんよかったというコマーシャルなんですよ、これはこれでみんな普通に見てんねんけど、俺は違うねん、卵がね、そのおねんというか、若奥さんの家の冷蔵庫の中身が映るんですよ、ほんだらね、20個並んでるんですよ。卵が それ忘れ忘ないでしょ <laughs> 20個ならね、あのうん、もっと少なくなったら、どっちかなと思うけど、20個買いたてまんま残ってたら、うんうん、悩むもクソもないじゃないですか。うんうん、それをね、明日まだう,うおーって出てきてね、やるんですよ。悩んでるでしょっつって <laughs>、うん。まあ、そういうのがね、気になるんですよ。<laughs> 気になるから、お母さんにもその話をしたらね。俺もう90超えてるお母さんに,お母さんに言うた、はい、お母さんがね、え何言うてんのっていう。 冷たい反応なんですよ、どういうこと、何言うてるのっって、でもそれは確かにそうですよね、そのあったかなとか、例えばヨーグルトあったかなっていうときは、一個にこの時じゃないですか、そうなんですよ、そこですよ、だから僕が言いたいのはそういうことで、前もね、もうこれもね、言うてみんなからね、何それって言われたんだけど、昔のコマーシャル思い出してください、ハヤシライスのルーのコマーシャルで、冷蔵庫開けて、その奥さんみたいなのがね、でそれを作るってやつです。ですよ。 何やろうかしら。ルーはあるけども。あ、見たら、あ、玉ねぎがあった。じゃあ作ろうみたいなね、ことなんですよ。はい。それはそれでいいんですよ。でもね、その、その奥さんというか、それがね、まあ、ルーがあるでしょ、アイシライスの。で、冷蔵庫開けたらね、あら、こんなところに牛肉がって言うんですよ。で、玉ねぎ、玉ねぎあったわねって、自分ね。あったでしょでも、牛肉なんて忘れてないやん。 どんなところに入れてんねん牛肉あらこんなところにて牛肉って結構大事やから一番分かるところすぐメインですやんかだからね要は牛肉もあったとルーもあるとであこんなとこ玉ねぎがあったからあじゃあっていうのやったら分かるけどもこんなところに牛肉がつって作るっていうのがねこれもおかしいじゃんおかしいのよ牛肉あること前提にとかそうそうそう玉ねぎ玉ねぎあったわねでこれでええじゃん <laughs> なんであら、こんなところに牛肉がっていうのかなって、でもそれもうお母さんに言うたら、なりますよね。そうなんですよ、だからもうね、こう自分でもね、はい、なんでそんなとこ気にするんかなとか思いながらも。<laughs> うんうんうん だからテレビ番組でも、だから具にもつかないような番組ありますって言ってるけど、それを見て記憶してるというところが、この人なんやろと思われるゆえんだと思うんですよ。なるほど、なるほど。だからね、それに対してみんなが調べてきてくれるとね、いろいろ分かってくるんですよ。前も言いましたでしょ、川を減量さかのぼっていう番組がありまて。ずっと気になってると、あれはね、向こう側探検隊という番組なんですよそれも JCOM ですかね。で、緒方隊長っていうのがおって。 2人のメンバー連れて3人で行くんだけど、ある情報によりますと、僕はその3人は固定されてると思ったら、2人のメンバーは変わってるんだって、なるほど、1人だけ体調だけは変わらず、あとのメンバーは、その都度変わってる、なるほど、なるほど、あっ、今、女子アシスタントみたいなのが入ってるらしいですよ、だからそういうことが教えてくれるんで、ああ、だから集合値と言いますか、私も気になってたんですみたいなことで。 でこの前はね、あの今、あれ、ずーっと源流求めて、まあ、登っていくんですよ、ええ、川を。正確にたどり着くでしょ。たどり着くのが、もう十何年かかってたどり着かないのが不思議なんですけど、ええ、でこの前はね、下って行ってたらしいんですよ、ほ<う>なんかは知らんけど、突然、はははは3回にわたって下っていくっていうのが。かだからそういうことしてるから、いけないんです,かいないんですよ。 今、今放送してるのが再放送なんですけれども、ええ、普通、再放送って、時代劇とかがえらい昔の再放送したりするじゃないですか、そ,すね、その分かるでしょ、うん、でもああいうバラエティのっていうか、今、現役でやってるみたいなやつの、時を再放送入れるっていうのは、まあ、1年ぐらい前が限度ちゃますまあ、そうですね、そんな昔のバラエティってあんまりね、ないでしょ見かけないです再放送でね、今、2023年でしょ。はい 2015年とかやってるんですか、一番気になりますよね、その、なんでその8年ぐらい前のやつをやるのっていう <laughs> でちょうどそのコロナ禍前やから、はい、なんかね、ロケ行ってる風景もちょっと、コロナ禍のビフォーアフターで違ってくるし、そうなんですよ年の番組で、はい 三年前を振り返ってるんですよ、みんなで。ああ、だから余計分かりにくくなりますね、な,すなおさら。今 <laughs> <laughs> いつやこっちのと飛び交っちゃっで、っこう自分の中でねはい、はい、俺は今何を見てるんだ、この、この、今、今私はまさにみたいなね。はい。はい まさしくでもね、うん、沖田虎丸さん、大阪を男性40代の方が俳優で弁護士で文豪の墨田先生、はい、そして2年後のコキコキ堂の出版が楽しみの竹内兄貴こんばんは。こんばんは。兄貴が前回のサイキックミーティングで紹介された、ンテレビの日曜の深夜番組、生からを拝見しましたが、うん 噂通りのすごいカオスな内容で、はい、これから芸人を目指す方は、ツッコミの練習に最適すぎる番組だと思いましぜひ今週も、今、兄貴が注目しているローカル番組や YouTube の番組があれば教えていただけたらと申しわかりました、そのねえー、やっぱり生からがすごくって、はい、やっぱりすごいんですよ。でまあ、うちの,そのアワーーズルームにに、ね、<laughs> 来ててくれてる人もついに 生から出場者が。あの方、だから、あの、竹内先生が、サイキックミーティングで、そのお話されてたんで、喜んで、告知されてました。僕の話してくださいましたみたいな感じで、ツイッターでね。そうなんですよ。はい。で、出まして。でも、あの、前のお話だと、その、残金を払ったら出れる出れるんですよ。払わないと出れないんですでも逆に言うと、払ったら誰でも出れるわけでしょ出るんですよ。何の審査もなく。何の審査もないんですか何の審査もない。歌の、めちゃめちゃ下手でも。大丈夫です。 まあ、それ大丈夫です。はい,はい。はい。で、一回出たら半年よりもう一回出ませんかっていうのがあるから。あ,あまたお誘いが、はい、あって、それに出たら大体初段とかいただけるみたいなことになっとるんです。けども。こ簡単に段もらえます。はい。はい。で、それで僕らのところでわーっとまあ盛り上がってるわけですよ。はいはい、あの、うちのアワーズルームではガツンと盛り上がってて。<laughs> あその、その方が出たからそうそう。はい、で、それもあって、<え>まあ、もともと生からは盛り上がってたんですが、その方私出ますと言って出てから、より <laughs>。どこで盛り上がるそれはアワーズルーム,ールームの中でも。も<ー>はい。他でも盛り上がってません。<laughs> 身近な仲間が出るっていうので、うん、えらい盛り上がって、はいはい、その前から面白い番組だなということで、審査員が、うん、なんでそんがいるのと、十何人なんでおるのということで盛り上がってたけども、<laughs> まあそれにプラスしてということがあったんですが、はい、この前ね、たまたまね、えー、うちのアワズルームで、2>, はい、2日ぐらい前かな、その桂ジャクタ君というラグブの方と、ええはいで、桂サンドさんというラグブの方、2人と僕とで、 3人でおしゃべりアワーみたいなタイトルでライブやったんですよ。お二人の落語がありの、そして僕入れての3人のトークがありのということで、2時間ぐらいでやって、満員のお客さん来てくれたんですけどもね、そのにまに落語、サンドさんがトップバッターで出るんだけども、枕っていうのがあるじゃないですか。で、枕でね、もうこれ本当に、なんの打ち合わせもないんですよ。で、枕にサンドさんが上がってね。 いやー私ねーとか言うてね、いや、本当にこれはね、どう言うたらいいんでしょうかって、ものすごい番組があるんですよ、<う>それはね、皆さん知ってますかね、生からっていうんですよ。<laughs> 打ち合わせもしてへんのに、うんはい、これがね、本当にね、すごいんですよと、もう突っ込む箇所ばっかりなんですよと、<ー>えまずはこれで、あれではこれでとかね、で審査員が、まあ、あのえ箇所、 担当とか、パフォーマンス担当は分かるけども、料理担当ってなんなのでもうだんだん人がこう審査員多すぎて、2列で審査員が並んでるんですよ、なかなかないですよね、審査員がこう列をなしてるのは。そうでもこのなんか一番端っこの方ってったらおかしいけど、まあ言うてみたら、サダエとかで言えばクククルクルっと巻き合い出したら、尻尾の方ぐらいになるじゃないですか。 その方になったらもう何単とか分からんないんですよ。っていう話を。はい。ガーッとね、なんと30分も。まあ、これだけは暗いです。はい。やられて。生から来てますね。来てるでしょ。ほんで、終わあのラグとか終わってトークになった時に、まあ、早速僕も出るから、いや、生からすごいですよねって話になって、まずそこでも一腐り盛り上がって、すごいなって、結局は奈良、奈良テレビの番組まで行きましたわ。ああ、そうですか。うん。そこから派生して。派生して。 奈良テレビもすごいんですよ。あるんですかありますよ。奈良テレビも奈良テレビって、まあ当然あるんですけど、まあ、あ,ありますけど、そういう番組が。えっとね、僕が見たやつ、一番声残ってるのがね。大学 <laughs> 先生とのころのテレビって、どういう構造になってるんですかその、なん、うん、<laughs> サンテレビと KBS と奈良テレビとか JCOM しか、全然言わないですもんね。その、フジテレビの番組がどうしたとか、ああそうですね。テレビ朝日の番組がどうしたとか。そうなんですよ。まあ言うてみたらね。ねキー局の映らない えそうなんですよ、だ,だってね、まあ、民放各社、はい、NHK も含めて、えーまあ、チャンネルでいえば5つぐらいあるじゃないですか、はい、そういうところのやつはしょうもなくてもただ単にしょうもないだけなんですよ、しょ<ー>正直な話。ですよ、うん、でもね、やっぱりそうじゃなくて、ローカルのところがやってる番組みたいうのは、味があってね、噛めば噛むほどね、どどいい味が出てくるんですよ、だから、まあその奈良テレビを何で言うたかって言ったら、はい、そこでディナーショーを中継してて。 ディナーショーの中継はい。珍しいですね。珍しいでしょ。1時間半の番組なんですよ。でもね、出てるディナーショーの出演してる歌手がね、全く分からん人なんですよ。あどこの誰か分からん人のディナーショー。名前がテロップで出んねんけど、出ても分からない。出たらその人でしょ。まあ、その人やっいうことしか分からんってことですね。そうそう、その人やっいうことだからその人は誰やねんっていう話ですよね。そうそうそう。で、歌がうまい方は歌上手くもない上手すよ。うまくもないんですか。 バックがね、はい、どうもなんか喫茶店かなんかみたいな感じで。ディナーショーディナーショーです。喫茶店でディナーショー。はい、ーョーやってるんじゃないですかね。で、その、まあ、名前とか、えー、なんとかかんとかディナーショーとかでテロップがずっと出るんだけど、はいうん、そのテロップがね、まあ、コンピューターで打ち込んで、こう、なんか、そういうフォントがコンピューターで作ったようなんじゃなくって、<あ>どう見てもね、手書きなんですよ。<laughs> しかも素人の。 <laughs> ちょっとの昔の水曜スペシャルとかのときみたいな,いなあ,あ,ああいう感じのでもなく,なく、ね、本当にあのちょっとチャラララって書いたやつをそのままテロップでこう抜いて使ってるみたいな感じなんですよ。だからもうそれ,それを意図してというよりも、技術的にそういうことができるとか,いなかったんです、ね、いなかったんでしょうね、多分、うん、その番組時代、だからね、はい、普通の一般のうんビデオテープで撮ったやつをそのまま流してるんじゃないか、おンエアしてるんじゃないかなって僕は思いました。<laughs> は,あはあ、はい でその時にね、そのまあ、その、わけのわからん、その人がディナーシアやってんだけど、はい、時折ね、大物歌手みたいなのが出てくるんですよ大物歌手みたいな人ですみたいな人大物歌手じゃないんですで、それが出てくる、出てきた人がね、まあ、すごいんですよ、そのギリシャの神話に出てきそうなね、<laughs> なんかこう、なんていうのかそれがアラビアンナイトっていうか。<laughs> ええ ものすごい衣装なんですよ。女性ですか男性の。でね、ミライアーサーという人なんですよ。ミライアーサーうん。で、アーがね、え、AASA で書くんですよ。AASA でアーサー。アーサーなんだけど、ミライアーサーって。アーサー。はい。いくつぐらいですかこの人五十、当時50ぐらい、今も60、70ぐらいじゃないですかね。はい。でね、 何ていうのかな、「ボサノバ青い鳥」っていうね、はい、歌を歌うんですよ。<う>で、ボサノバじゃないんですよ。<laughs> ボサノバ言いながら言いながら。がら <laughs> またボサノバじゃなくって、はい。だからそういう人が出てきたりとかするのを、僕もメモしたりとかして、見てるから、よくそういうものをチェックしてる人に思われるんだけど、えー、僕としてはあえてチェックしてるわけじゃなくって、うん、自然に見てた時に心に引っかかるものを止め置いたら、そういうことであるということなんですよ。 だから僕らみたいな凡庸な人間は出会っててもそ,こ、うん、その風景を心に留め置いてない可能性がありますよね。うん、あそうかもしれないもしかしたらみんな実は出会ってんのその未来アーサーにもどこかでみんなもその何やこれみたいなでこの話をしてたら、はい、うちの,あの大鳥君が元松竹芸能やから。はいはい 知ってるよってアテンド一回したことあるわって言ってましたもん。ってこと一緒に仕事したってことですね。ああ、やっぱおったんやって、僕の幻じゃなかったんやと思って。はそい発見もあるわけですよ。発見もあるわけですよ。ちゃんと言っていくと。言っていくと。そういえばっていう人も。はい。だからやっぱりこう、生からなんかもそうやし、向こう側なんかもそうやけど、言っていくことによって、いろいろ分かってくるんですよ。だから、その、どやめし機構の話もしたけども、どやめし機構も、戦国さんでしたね。 えー、今あの、新しいものは放送してない、あ新シリーズは、昔のやつを再放送っていうことも分かったし、だから体の調子が悪いのかなと思ったりするじゃないですか、えー、ちょっと心配になりますよね、心配になったりとかね、うんで、出てきてくれたらまた嬉しかったですから、そういう,こう、なんというかこうな、自分の中でね、うんこう、若干のときめきみたいなものもあるんですよそれは対価発生しないですよね。はい <laughs> 竹内先生すごいなって思うのは、エロ漫画も、今もやっぱりちゃんと読んでらっしゃるじゃないですか。一読んでますね。この前僕びっくりしたのが、モーゲン・フリーマンっていうイベントをご一緒ずっとさせてもらってるんですけど、何でしたかね、私がドラマサイレントの話をしてたんですよここがおかしいであれがおかしいみたいなことを言ってたら、ああ、そんなことありましたよって竹内先生が言い出して、あのね、 ある学校で、スケバンが学校をこう支配してる、<laughs> <laughs> 学園があって、えー、ああ、そうなんですかって、はい、で支配してて、あるう、うん、男子生徒の、うん、おね、あのー、<laughs> そういうズボンをずり下ろしたりとかして、なんかからかって、スケバンたちがやっていったのを、その学校の、用務員のおじさんが覗いてたらしいんですよ。はいはいはい でそれがスケバンに見つかって、なんだおっさんみたいな感じで、その、その、その、の、おじさんも、スケバンたちに脱がされるんですよ。で、脱がされたら、実はまあ、立派なものを持ってて、そこから逆に、その、用務員が学校を掌握するっていうことがあったんですよって言われて、なんの話ですかの話さっから、の話してるんですかっていや、この前読んだエロ漫画でねって。 すげえなとか思って。ああ、僕、あれ、記憶残ってますわ。うん、だから、そう、途中で読むのやめるじゃないですか。僕やったらやめると思うんですよ、もうなんかんどうでもよくなるじゃないですか。でも、ちゃんと最後まで読まれる読まれて、演出がうまかったのが、その、おっさん、本当にもう、60絡みの、ハゲチャビのおっさんなんですよ。で、から、おっさんは、お前、こんな私らのあれをのどきやがってって、ガンやられるんですよ、スケバンレンチ。 おい、こいつはもう、脱がしたれとか言って、うん、そのスケバンのトップの番長みたいなやつがね、女の、はい、やつが言うたら、みんな、分かりましたっつって、ばっ、うん、て脱がしたらね、ボロンとこう、でっかいの出てくるんですよ、はい、だからその時のその番長がね、キャッって言うんですよ、<laughs> <あ>これが演出前んですよ、<て>そのゴロろラって言うてた、下巻いてた人が、<あ>キャッって、うぐな感じで、<laughs> キャって言うんですよ。<laughs> <laughs> それを <laughs>。で、まあまあ、それが仮に演出うまかったとしても、なんか、行く中にもおかしいのがね <laughs>、それが同サイレントと関連すんねんや、みたいな話、<laughs> <laughs> そんな話じゃないんですよ <laughs> で。だから、僕が言ってたら、そうか、だからその、あのー <laughs> えー、え、うん、今彼がいて、ね、はい、そのヒロインの、今付き合ってる彼氏がいるで、うん、彼てで元彼は、その今彼の親友で、うん、きっとその彼女は元彼のことが好きやのに、 でも、今の彼氏とも、なかなか別れたくないっていう、その心情はよう分からんみたい話したら、竹内先生がもうね、そういうことやで、どういうことやね女性っていうのはね、っていうことで言うだと思うんですよ。いや、でも、いや、それをね、ちゃんと、熟読なさってるっていうのが、そうですね。 エロ漫画ばっかり集まってる漫画雑誌よりも、ええ、そうじゃない、えー、ちょっとまあエロ系の雑誌だけども、はい、記事も多くって、ええ、時より漫画も入ってるっていうやつの漫画が好きなんですよ。はいはい あのやっぱり漫画ばっかり、エロ漫画ばっかり固まってるやつは、関東はやっぱりうまいやつが占めててうん、うんで、途中はやっぱりそれほど画力のない人が占めたりとかして、えー、そういう感じになってるんだけど、はい、その記事ばっかりの中に一本入ってる漫画っていうのは、はい、そのエロ漫画の雑誌の、まあ、本舞台では書けない人が書いてるから、やっぱ結構だから、そういうの好きですよ、さっきの、うん、そうそう,そう,そう、味わいがあるんですよ。 でそこでこう芸,芸能界とかよく出てくるんですよ、そういうエロ漫画っていうのは、もうた単純なもんですわ、えー、芸能界の,そのアイドルの裏ってこうですせ、うん、みたいなこう、なんかもう、うん、なんていうのは誰でも考えそうな話になるんですよ、はいはい、でそんなところで出てくるマネージャーみたいなんが、うん、大体ねこう、ちょび気配してるんですよ。<laughs> うん だで大体ね、いや、これがね、俺のポイントなんだよ。これ、鼻ブラシって言うんだけど、って、なんかそういうようなこと書いてのを見てね、ああ、とかいう、思う人間なんですよ。そういうことか、みたいなね。<laughs> なるほど。そういう用途があるんやと。この鼻ブラシは、うん。そう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 ,そう。うん、でもそんな日常でね、日常生活でそんなこと言ってる人あったことないでしょないです、全く。ねはい、まずその形状の、うん、 げおやってるとかいないし僕ね、だからそういうのを読んだときに、ああとか思いながらね、うん、まあ後々に僕、えー、30代ぐらいのときかな、はい、よく、あの、えー、11PM とかいう番組、よく呼ばれてたんですよ、えーえー、よく呼ばれてて、はい、でそこでこうカバーガールとか、11PM とかよく出てくるんだけど、はい、そこを仕切ってる事務所があるんですよ、えー、でそこの社長とよくね、飲みに連れてってくれたんですよ。えー ほ竹内くん、知ってるかとか言うて、何がですかつって、女性がね、ああ、なんか、喜ぶとね、まあ、声を出すって言うじゃないですか。あの、どうです声を出す、出さしたことありますかって言われるから、ああ、まあ、人並みにとか言うて、いう話してたわけで。知らんがなって言うんけど、そういう話してたら、いや、それはね、どこまで出させましたとか言うから、こんな感じがありましたよねって言ったら、いやいや、それはね、それはもう、演技ですと。 そんんな断定されたです演技です、そういうのは全部演技です、気持ちのまあここまで言わしめたとか、こういうあれやっていうのは、例えば悲鳴に近い絶叫みたいなのがありましたけというのは全部演技ですと、悲鳴ですら演技です、気を使うんですと、ほんまはライオンの雄たけびをあげるんです、言うで言われたのを、あっと、これが僕、そのひげブラシと、わりかしかぶるんです。いわゆる まあ、そういう人でないと言えないじゃないですか。まあ自分は何人経験あるかわからないけど。えー、僕らからしたら計り知れない世界でしょ。まあその1れ p m のカバーがあるの、うん。そうそうそう、事務所、社長ね。うん、で、まあどういうことかというと、そのヒゲブラシとか、うん、ライオンの方向とか、うん、こう、聞いたら、何やそれはっていうようなことじゃないですか。うんうん、まあまあまあ、ね。でもそれを言えるっていうのは非常にリアルだなと思ったんですよ。<laughs> それをリアルだと感じるわけです逆に、絶対言えないもん、普通はこういうことが、あがせましたとかいう話、よく聞くんだけど、いやいや、もうでもあれ、うん。ですと、だからライオンの方向なんですって言われたときに、ほう、なるほと思ったっていうね、そういうところで、またなんか結びつくんですい。ああ、そうなんだなん。自分勝手に真実に近づいたような気持ちになるというかね。 うんなるほどなるほど、はい、でもそういう、うん、あのイレブン P.M. も出られてたんですか竹野先生よく出ましたね<ー>私は X テレビも出たしわり<あ>かし僕ね三十代の頃ねよく、はい、しかも東京に呼ばれてよく出てたんですよ<ー>で僕ねあの変わってて大阪なのにね、はい、あのコラムニストになった時も、はい もう関西の,そのメディアからの注文、ほぼないんですよ、うん、大体東京から来るんですよ。そいう人が中森明夫さんが、武田先生、面白いって言って、月刊プレイボーイに原稿を書かせてもらって、はいえー、でブルータスで連載してということになって、はい、もうそこからね、もう東京からばっかりなの。で東京はね わざわざ大阪の人で頼むということは、もう交通費も出さんだかんし。そうですよね。普通絶対嫌じゃないですか。まあ、景気いい時代とはいえってことですよね。そうです。基本的にでも東京からやっての。アルバイトニュースでも関西版じゃなくて東京版から連載とか来たりとかね、してて。で、その頃によく東京のね、深夜番組でよく出てたんですよ。うん。で、その時にそのいう獅子の方向みたいな。あそうそうそう。もうブンもよく出させてもらって。あの、大阪でも急に深夜番組の司会を、 言われてとおっしゃってましたからね。そう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 。突然。突然。うん。ななんでか知らないけど、あの二時間ぐらい番組の司会司会をタムます先週、その増山美沙が、あの竹内先生とも昔からお知り合いのあの方が来られてて、昔はそういうあの竹内先生が誰もどこだか分からないと失礼ですけど、そういう人にそういうなんでしょう。 出演の機会を与えることが当たり前のようにテレビ、ラジオでもあったでも今はもうそれがなくなって、冒険をせずに、例えばナイトスクープでも、霜降り明星のせいやさんとか、ゆりやんさんとか、もう完成された芸人を選ぶと、昔はほんま知る人ぞ知るみたいな人を深夜は引っ張ってとかっていうのがあったのにっていうことでおっしゃってて、竹内先生がそういろいろ出られてたっていうのは、まさしく、そうですね。だだっったと思いまますよてあ なんでかなと思いますもん。だから僕、えー、朝のワイドショーとかにもね、うん、えー、東京のなモーニングショーやったかななんか出たことがあって <laughs> コメンテーターで、<laughs> はい。これもおかしい話でしょ。<笑><笑>そうですよね <laughs>。はい。とかね、えー、関西の昼のワイドショーとかね、えーえー、よく出てましたよ。夕方のトミスさんとかも出てましたね。やってたし、ウォンテッドとか、うんうん、ウォンテッドやってたし。うん うんなんかもっとあのなんか、二次のワイドショーみたいなやつとか出てたし、う,う,うん、うん、なんかいろいろやってますよね。<laughs> 武田先生が、まっとうな意見言うわけないですよね。ないのにね。ねだから不まっとうなものを求めてたんじゃないのかなって思いますねてて、ええ。なんかね、そういうおかしいのが僕あって、学生というか、まだプロになってないときに、はい、そのー。 一回ね、亀岡龍太郎さんがやってる番組、ナイトパンチやったかな、亀岡さんしかやってたんやけど、それにゲスト出てくるんテレビテレビでしょ、出て、なんで俺がこんなんでんだろうと思って、で、小林幸子さんが僕と並んで、すごいじゃないですか、小林幸子さんが思い出だけがヒットし始めた頃でさ、亀岡さんが、さっちゃん、なんか今、思い出だけ、結構調子いいじゃない、来てるねって。いうような話してて、僕、間に挟まれて、うなずき <laughs> なるほどとか言いながらってありましたね。いい時代ですよね、いいよね面白かったら、その有名性を問わずに、ね、起用するっていうのは、うんうん、そうですよね,ね。だから読売テレビの人もよくね、あのなんかこちら、アナログ、アナクロ探偵者やったかな、うんえー、そういうその。 番組があって、その司会を、だから4回か5回僕その番組があったんでやったと思いますよ。深夜とはいえ、結構長い時間やったでしょそうですね。だから昔のドラマをかけて、それを僕が解説するっていう。ああ、一番、一番だけ先生が。その得意な。そうなんですよ。はい。だからその時ね、美しきチャレンジャーって知ってますかあわかんないですね。あの、ボーリンプロボーラーを目指す女性の話なんですよ。で、えまあ主役の女の子がね、まあすごい練習するわけよ。 で一番ね、ボーリングで難しいっていうのがね、一番後ろの列の離れたやつ、離れて、あいであいちゃうやつ、なんとか10とか言うと思うんだけど、ね、テンやったか、なんか知らないけど、あと、異名残るんですよ、これを取れない、いかのって言われてるんですよ、それをね、こういうボールの動きでね、両方、スペアにするっていうのがあって、それをね、もう肩壊すぐらい練習するんですよ。で、僕はおかしいと思って。 ストライクを取る練習した方が絶対いいんじゃないのって。<laughs> なるほどね。ああその、難しい状況になる前に、うん、にそもそもその状況を作出させるなとな。そう。そのための練習が一番いいんじゃないの <laughs> それでこう、肩壊してた意味がないんじゃないのっていうようなことをね、言いながら。それこそ本末転倒よですよね。そうそうそう。そうなんですよ。木を見て森を見ずというか。ああああ なるほど。っていうことを竹内先生が一言挟む。挟んで、じゃあ見てくださいって。面白いですね。そういうのまたやったらいいと思うんですけどね。はい。やらせてほしいです。だ KBS、ほんまにね、要再放送やってるから、竹内先生のそのと言コメント、解説ありで。やった。面白いと思うんですよ。あので、先週ね、増山さん出ていただいた後に。 ま、あの、この番組のスポンサーの、桜さんの焼肉屋さん満世行って、で、その時に、そういや、その、次どこ行こうかって話の時に、あの、今日、番組の中で収録中に、その、中島みゆきさんの、えとね、吉田拓郎さんに提供した。はい、永遠の嘘をついてくれ。そうそうそう。永遠の嘘をついてこれを、まあ、リクエストなさってたんで、ちょっとあの、中島みゆきバー行かへんかと松山さんが言い出して。 <laughs> いいですね、でだからそういう話をしてたんですよ、はい、のあの歌詞、すごいなっていう話をしてて、中島みゆきはものすごい憧れたわけでしょ、拓、うん、郎に、はいで、その人に、まあ、歌を提供するときに、その憧れをそのまま憧れとか、それに近しい言葉で表現するんじゃなくて、うん、永遠の嘘をついてくれっていう表現するのが、やっぱり,やっぱり中島みゆきも当たり前ですけど、すごいなって。いううです だから永遠の嘘をついてくれで、うん。 え、あれですいつまでも種明かしをしないでくれ。うん、そうそうそう。わかるわ。そういう表現にって、できないじゃないですか。憧れてる人に対して、偶像のままいてくれっていうと。そう、やっぱすごいですよね、みたいな話をしてて、ああ、そういや、あの、木屋町にあるから、西木屋町かあるから、バーガー、って。僕も行ったことあるんや。僕行っことなかったんですよ。そう存在はしてたけど、ああいう、あの、なかなか敷居高いじゃないですか、そういうとこって。ですね。まあ、来る人きっとマニアやから、通り一遍の知識では、そんなとこ行けないっていうのあったんで、 せっかくやから、増山さんもいらっしゃるんで、行ったんですよ、そしたらそこが、カウンターで、7人ぐらいでもいっぱいになるで僕ら2人で行ったら、もうね、先客がいて、でも結構早かったんですよ、9時前には行ったんですよ、9時前には行ったんやけど、2人、先客がいて、それがもうね、50代後半のサラリーマン2人、男性2人が、なんか聞き入ってるんですよ。 火曜日に収録して、はい、だからもうかなり飲んでる感じやったから、うん、なかなか火曜日の、だからたぶん、もう7時台から来てるんじゃないですか、うん、あそこでちょっと聞きながらで。あのーこうね スーツ着ててはっ同じ社員、社長っていうんですか、バジつけてるから、同じ会社の、でね、話聞いてると、タメ口やから、同世代なんですよ、そんな上司と部下っていう関係でもない、同僚っていうのは、でもなかなか火曜日のそんな7時台から中島みゆきバー行く2人って。なんやろね。ねぇ、不思議やなとか。よっぽど仲がいいという部分。 プラス、中島みゆきのお互いがファンだということがないとなかなかないよね。なかなか。また週末だったらかるじゃないですか。今週も疲れたな、行こうか、みたいな。もう火曜日から、ちょっともう、もう出来上がってるわけでしょ。みゆきバーで。みゆきバーでも出来上がってるんですよ。で、僕らがなんか、そのリクエストもするんですよでいっぱいリストがあるんですよ。中島みゆきの曲しか流れないんですけど、さっき聴いたな、とかって言うてください 永遠のうそついてくれのあるんですよね、2000何年ですかね、コンサートライブ、妻恋ですか、ライブしてて、拓郎のライブに中島の曲が、途中から出てきて、んで、もこの凛とした姿勢で歌って、途中でさっそうと去っていく、それの映像とかも見れたりするんですけど、その増山さんが、さっき言ってた住田さん、一緒に寝ようとか。って さっき見たなとかねもう見てるんですよ7時代からもう見てるねもう見てる見たなみたいなでもまあまあもう一回もう一回見ようずっとすごいなと思ってでそので誰がリクエストしたのかなあの「ファイト」あるじゃないですかあの戦う君の歌を「戦わないやつらが笑うだろ」うあの部分がこうフレーズが流れたらその2人がね 「ごめんなさい」ごめんなって何回かあるじゃないですかそのフレーズが「ごめんなさい」「ごめんなさい」とかって言うてるんですよ。気になってあ<ー>あのさっきから謝ってらっしゃいますけど、うん、なんで謝ってらっしゃるんですか<ー>いや自分らは戦ってない<ー> <laughs> いやでも <laughs> あの 戦ってらっしゃると思いますよって。でも適当な言い方ですけど、まあ、ボクサーとかじゃないから、目に見えて戦ってる人って、そういうね、格闘家とか戦ってるけど、でもそうじゃない人も、その、それぞれのポジションで戦ってると思いますよ、みたいな。まだ9時前ですよ、僕は。戦ってると思いますよって。いや、いやいや、もういいですから。戦ってないんですよ、僕ら、みたいな。すごいな、思って。でも、謙虚やなとか思って、あの曲聴いて、 僕ら、そういう冷笑してはいけないとか、だか嘲笑してはいけないとか思いますけど、自分が嘲笑してる側や、戦ってないのに、笑ってる奴らやとは思わないじゃないですか、思わないですね。でもそういうとこに身を置いてる、いつも、だからあことかしょっちゅう来てるわけでしょ、中島みゆきばやかしょっちゅう、たぶファイトが流れるわけでしょ、そのためにごめんなさい多分言うてるんでしょうい て言うてねま、まあ、だからねあ、あの歌も本当に言うてみたら、<は>まあ、市勢の女性が、駅でね、子の,の子供突き落としたやつを見てるのに、何も言えなかった、叫び声すら上げれなかった、うん、と怖かったからという、そういう自分がやっぱり、もうなんで戦えないんだろうというようなことを歌ってる歌で。ええ そのファイトっていうのが、そのファイト出してやっていこうというようなことではなくって、<ー>やっぱりこう精いっぱいどっかでこう、うん、あの、どっかでやっぱりちょっとはってぐらいの気持ちを歌ってるんですよね。うん、そうですよね。だからその人たちと同じ気持ちを歌ってるはずなんですよ、多分彼らと。はいはいはい。だから、彼らがごめんねって謝る必要なくって、彼らがおこ、わかるよと彼らの気持ちっていう歌なんですよね、多分ね。歌ってる側も。だから、そう考えると、うん だ、うん、からそれ言ってあげた方がいいですよね。そうですね。だから、あのうん、逆にそのあの中島みゆきさんが作った意図を考えたら、謝る必要なくって、うんこう、そういう気持ちを歌ってると、あ<ー>あ、俺は戦ってないと、だからみんな戦えないんですよ、そういう意味では。うんうん、でもだから、でも、すみまんが言うように、みんな戦ってるんですよ。だからそ,そこら辺の塩梅歌をってるわけだから、うんうん、だからもうその、まあ、ごめんねって気持ちだけで十分なんじゃないですか、<laughs> 何回も謝らなくてもね。<laughs> 今日行きましょうよ。いいっすね。今日行ってね、ちゃんとそれを言うてあげてね。ああ、その人がいたね。その人がいた。で、その、またね、若い子も来たんですよ。27言ってましたが。で、めちゃめちゃ詳しいんですよ。んで、あ、これはね、あの、みゆきさんが、オールナイトニッポンで、ある女性リスナーから、まあ、あがきが来て、それに対する、なんかアンサーで、みたいな、なんか言うんですよ。そしたら、またリーマ今の一方が、やや、ちゃいますよ、とかって。 なんか、違ったでしょうね。うん。ああ。それは、それはないないです、みたいな。うん。うん。勘違いしてますよ。都市伝説ですよ、と。そんなこと言やるかもしれないけど。うんうんうん。いや、でも、うん、そ、そ、でもその人、その、違いますよって言うた人、やっぱりちょっときついな。だから、 やっぱりあのミユキイズムやったら、それをちょっと飲み込んで、ああ、そういう話もね、あるんですよねと、でもね、本当はちょっと違うんですけど、ぐらいのね感じっていうか、がいいんですけどねそうですよね、でもなんか、あそれは、事実誤人は正そうなみたいな感じで、ああ、それは違いますみたいな。言うて、ほんで、そこ、2軒目そこ行って、そしたら、その増山さんが。はい あの番組内で、うん、ユーミンの曲もかけたかった、はい、それかけれなかったんで、はい、ユーミンバーもあるんですよって言い出して、そ <laughs> <laughs> それ聞いてた、そのサラリーマンが、うん、ユーミンバー行くんですかみたいな、あオッケーみたいなね。あ裏切り者みたいな。いな <laughs> <laughs> ユーミンバー行くんだ、みたいなね。あー あの感じですよね、あの大学でね、さだまさし研究会と長渕剛が、はい、あって、これがどうもライバルでバチバチやってるって話を聞いたことがあるんですけど、まあ、そんな感じだね、みゆきさんとかきて、ユーミン行くんか、君はみたいないそうそうこの中でそう行く,、うん、行くかみたいな,、ねたいなね、ことなんでしょうね。えー なかなかおもしろかったですよ、その人間模様というか、だからそれを、女性の人が店やってらっしゃって、その人はもともとね、お客さん呼でありましたわ、お客さんで通ってるうちに、今、カウンターの中入って、ほんで、でもずいぶんやってるとは言うてはったんで、毎晩、次々とそういう人たちがやってくるんでしょ。ねだからお腹いっぱいになってくるんじゃないですか、そんなことないのかな。同じ 新解釈を言うわけでしょ。うん、そ,うそんな新解釈とかめったにないです、ねま。ない、ですね。ない、ないと思います。ちっとね。はい。はい、うん、おそれをずっと聞いて。聞いて。ちょっとにこやかに聞きながら、チェッって思いながら。<laughs> <laughs> ねえ。えー、かなかなか面白い。うん、あ面白いですね。一曲いきましょうか。はい。はい、えー、あずさみちさんで、渚さのシャララ。うん 森山塾さんからメールいただいております。はい、墨田先生、竹内義和先生、こんばんは。こん,ん、えー、参院懲罰委員会、うん、鈴木宗夫委員長なんですね。はい。えは三月十四日午前国会の欠席を続ける政治家女子48でいいんですかね。はい。はい、党のガーシー参院議員に対し。 除名の懲罰を課すことを前回一致で決めた、はい、15日の本会議で出席議員の3分の2以上の賛成で正式決定する見通し、うん、国会議員の除名は1951年以来で現行憲法下で3人目となる、あ人目ガーシー氏は初当選以来、一度も登院しないまま議員資格を失うという記事がありました、うんはい、そもそも何のために国会議員になったのか、意味不明です、じゃあ、す、ね、そう,いうよろしくお願いします、はい、というメールいただいてるんですが。えー ガーシーがユーチューブに登場してから、はい、まあ最初の方からね、われわれはこの番組で,、うん、で、あんま放送でガーシーと誰も言ってない時から、うんうん、結構ガーシーの話してましたけど、ね、今、普通に NHK とかでも、ガーシーが。うん ガーシー議員がって言うじゃないですか、言います、言います、あれ、変と思わないのかなと思って、まあそう、名乗ってるか仕方ない仕方ないんでしょうけど、おかしいなニュースで当たり前のようにガーシーっていうのが、まかり通ってるのかねおかしいなと、で、要は本当にね、の何のためになりはったのかなって、本当、思思うよね不議にこれといった、なんかもうないんでしょうね、政治信念みたいな。ないでしょうは ただ単に名前があるから、勢いで出てみようかっていうようなことなんでしょうかね、まあ、当選しちゃうのが、だからその、うん、まあまあその、ね、誰も入れる人がいいひんから、うん、もうガーシーに入れとけみたいな判断した人もいるんでしょうけど、うん、とはいえ、うんね、国会議員っていうのは、うん、まあ、言ったら。 関節民主制で、国民がいっぱいいて、うんでまあ、討論する時間もないから、うん、自分らの代表者を自分で選んでっていうことじゃないですか。自分の代わりなわけじゃないですから。うん、代理人じゃないですか。うん、託すわけでしょ。そそそうそうそう だからそういう意識を持ったら、うんあの、自分の代わり代理人として、自分のことを、自分の選んだ人が自分の生活に関わることを決めてくれるか、うん、自分の権利を侵すはずがない、はあ、自分のお権利を守るための活動をしてくれるはずやっていうのが、民主主義の考え方じゃないですか。うん、そうなんですよ <laughs> やったときに、根本に立ち返ったら、うん、そう考えるとガーシーさんには入れないじゃないですか、そうなんです本当はね <laughs> 自分の代わりに。ええ ねこいつに入れようと気にはならないですよねだから面白があって YouTube を見ることはあってもその人に託して自分の代わりにねだからまあ託してるんじゃなくておもろいから買いとけってぐらいのことでしょほんまで一人一人に聞いていっていやガーシーさんやっなんかやってくれるわって思った人は多分買いもんやと思いますよでもあの思わなダメなんですよね本来そうですよだからね今そのガーシーさんがね除名されることに対してね まあ一時も来てないから当たり前とという意見とね、はい、来てないんやったら、まあ、例えば小沢一郎議員の方が来てないんやないかとか、いろんな意見が出てるんですよ。でもね、あの議員さんってどういうことかというとね、うん、真面目に国会に来てるからいいというわけでもないんですよ。来なくてもいいんですよ。要はちゃんとした政策を持って、うん、それをきちっとこうあの上に上げていける力があればね。えーうん、だから 要は、ガーシーが初めて当選して、1日も来てないのと、それなりの実績のある人と同じにしたら、僕はだめだと僕は思うんですよ。だから、ここ同じにしちゃうと、何でもそうなってきて。うん、例えば 国会で眠りしてる人はでも、譲名みたいな話になっちゃうんですよ。うんうん、まあ、それはね、眠りすでよ,よくないことだけど、だから要は、うん、自分たちが託して、その政党に託して、その政党の意見を通りやすくするために、その政党が推薦する人に、まあ、入れるわけじゃないですか、えー、言うてみたら、えーうん。だから要は、この政党、政党の考え方みたいなものをちゃんと認識して、うん、それに対して一票を投ずるというような気持ち、ひ、えー、いてはその党の中でも、この議員よりもこっちの議員がいいとかいう、うん、その個人の考え方とかにも、 注目して、はいえー、選んでいくというのは僕は正しいやり方だと思うんだけど、今はもうそういうことをする人はまずいなくって、まあ名前が出てるとか、えー、何にしても、はい、いい意味でも悪い意味でも名前が出てるとか、はい、要は、えー、ちょっと話題になってるとか、ういうようなことでしかこう書かなくなってる、いかなくなってる。うそういうところは僕なんかすごく問題があるんちゃうかなと思うんですよ。だから投票率はやっぱりもう5割切ってるようなじ、 時代じゃないですか。えー、で、これってもう民意を全く反映してないって言うでもいいんですよ。まあまあそうですよね。うん、うん。で、民意がもう行かないという民意の方に偏ってるわけじゃないですか。だからそれをやっぱり生かす選挙に、生かすために、すべての政党が努力しないといけないのに、うん、要は、まあ一部の政党は来てほしくないとか言うたりするわけですよね。いやまあまあまあ,まあね。うん、うん。うん。だからまあそこがまあ僕、問題。それはね、人が来てくれない方が、 コントロールはしやすすいんですよね、うん、要は自分たちを強烈に応援してくれる人を持っとけば強いわけだから、うん、人が来ないえ、うが、ん。だからみんながみんな行くってなったら、今みたいな選挙では絶対通らないんですよ。うんうん、だけども、半分だったら通るっていうね、うん、組織企業があるとか強い、うんうん、だからまあこの辺を変えていかないといけないですよね。はい だから国民主権とかっていうのは、ね、納める人と、その政治従う人が、まあ、同一やと、みなす、犠牲することによって成立してるはずなんやけども、まあだから、行く人が少ないし、その上でふざけて、ふざけてって決めつけるのもあれかもしれないですけど、ふざけてますわ、ふざけてるというか、だから身近なことと考え、感じる。 られないっていう、その、はい、そういう状況を作ってる他の生徒も当然問題ありますけどね、うん、その、はい。はい。うん、ですよ。ね<え>うん。で、うん、結局ね、まあ、これ言うと、これ長くなっても面白くない話になっちゃうんだけども、うん 要は、自分の頭で考えるということを、ま,あ、まず大事に考えてほしいかなと思うんですよ、うん、要はなんか人がそうだからとか、なんかまあ、テレビはこう言うてるからとかじゃなくって、うん、自分がそのテレビを見るなり、ニュースを見るなり、新聞を読むなりして、判断しないといけない。うんうん でその判断を結局、委ねてしまうんですよね委ね委るか、自分はもう危険するかってなっちゃうから、だからさっきの竹内先生の、うん、まあ具にもつかない話じゃないですけど、同じ材料を見て、ハッシュドビーフでした、ハヤシライスでした、おかしいやろと。うん こんなところに牛肉がと。そう、気づくことが大事なんですよね。そうなんですね。僕はそう思います。まず牛肉前提やろ、ありきやろとか。はい。さっきのボーリングの技じゃないですけど、いや、もうそもそもおかしいやろ。そこ、だからそういう発想ですよね。それを、あの、あらゆることに当てはめていって。そうなんですよ。ねだからね。順番ちゃうやろと。そうよ。僕の一つ言えばね、例えば当たり前のこと言うてもね、立場によって当たり前じゃなかったりするということを分かってほしいんですよ。例えば、その、 権力を持ってる側が言うことと、はい、権力を持ってない側が言うことは、同じことを言うと、意味が違うんですよ、うん、意味合いが。はいはい、だから、よく本当にいつも言うのは、あのー、お母さんが塾行った子供に、うん、あの、あれやで、夜道に気ぃつけて帰りや、はい、帰ってこ,こ,こいやって言うたら、これめちゃくちゃ心配してるじゃないですか。うん、そうですよね。でも、暴力関係の人がね、うん、夜道に気ぃつけろやと言うと、うん なんか怖いじゃん。もうニュアンスが全く違ってきま、ね。違うんです。同じこと言うてるのに、ね。同じ文言でも。うん、でこれ何かだったらその人の立場で違うんですよ。はいはい、だから権力持ってる人がみだりにね、うん、あのなんか変更したことを言うたら、うん、私らあんたらの放送止めますってみたいなことを言うたら。うん これはめちゃくちゃ圧力かけてるということに気がつかないといけないんですよ、それは当たり前ですよ、法律上は変更したやつはあかんって書いてんねやから、当たり前のこと言ってるだけやんって言われたそうやけど、言う人によっては違う意味で取られることがあるということをだから放送法の解釈の問題ね、ちょっと議論なってるけど、あれ結局だから、安倍政権下で、なんだ、あれを問題してたのか。 モーニングとかが問題やみたいなことを言ってたとかってサンデーモーニングなんてじいさんがなんか縁側で茶飲み話したようなもんじゃないじゃないじゃないですか。 そうですよね。そんなに気にすることでもないし、そうですよだってあれで、ハリさんが勝つとか言うてるので、そんな怒んないじゃないですか、みんなプロ野球選手がどういうことやみたいな。黙らせろ、ハリさん黙らせろみたいなことを言う、そんな人いないじゃないですか。だからそれを同じレベルで、その時の政権がそうやってやってたということで。僕放送法の解釈が もともとは放送事業者。 例えばテレビ局、TBS やったら TBS 全体を見て、全体の番組を見て、バランスが取れてるか、公平か考えるっていう解釈やったんが、一つの番組、例えばサンデーモーニングだったらサンデーモーニングを見て、その中で公平かっていうふうに考えていこう、サンデーモーニングは政府を批判ばっかりしてる、公平じゃないみたいなことを言って、プレッシャーをかけてると思うんですけど、もそういう解釈を変えましょうと、逆に例えば、読売テレビでそこまで行って委員会とかで、高陣さんと安倍さんがお風呂入って、なんか温泉入ったりしはったじゃない うん、じゃあ、あれはあの単体で見たら、政治的に不公平じゃそうですよね、全くかそっちは言わないわけでしょ。うんうん、ってことは、政治的に公平かどうかって話じゃなくて、批判をしてくれるなっていうことなわけじゃないですか。 だからそこがね、だから僕、放送法の解釈、うんんで言うと、だからこいつの番組で言ったら、なんでそういう話にならへんのかなと思うんですよ、じゃあ、こっちは問題じゃないんすかってなるよね、僕もそれは本当に言いたいんですよ。だからそれやったら、ほんまに、高陣さんが安倍さんと温泉行くんやったら、C さんとも行かなあかん、みんなと温泉行かなあかんっていう話じゃないですか。 うん、そうだし、本来、マスコミっていうのが、ジャーナリズムってどこにあるかって言えば、うん、やっぱりその政権に対しては、やっぱり厳しい目を向けるっていうところが基本なんですよ。だから、それは政権に対してはちょっと厳しくなりますよ、どちらかといえばね、どちらかといえばですよ。 だからそれをだからあることないことを言うて、あげつらうのはいいかということは言いませんよ、言いませんけども、やっぱり政権、権力を持ってる側は、やっぱりこう戒めとして、やっぱり人からつつかれる怪しいことはしたらいかんのやということを常に持っとかないと、うん、でその怪しいことがあったら、マスコミ、それ怪しいって言わないと。うん それはだめだと僕思うんですよ、それの自民党が与党の時だけじゃなくて、民主党がその時すべきも同政権交代しようと、その時の権力者としては、厳しくチェックせなあきませんよって、それが本来のね、いあり方ですよはだから、要は、あの普通に考えたら分かることを普通に解釈したらいいのに、なんか。 結局さ、あの、それ、お前、あの、言うたん、何時何分やみたいなさ、詰め方をしてきてさ、なんかうやむやにしようという意図があるじゃないですか。うんうん、だからもう、そういうことをね、だから、今、まあ、本当にその、高市さんがね、おっしゃられてることとかいうのがね、はい、自分の記憶はこうだから、この私の記憶に関してはこうだって言うてる。うん、でも、記憶はあやふやな面もある。うん、でも、ここに関してはちゃんと覚えてる。でも、ちゃんと覚えてる記憶とあやふやな記憶が人間にはあるわけだから、うん ちゃんとした記憶だけ捕らまえて、ちゃんとしてるって言えないわけじゃないですか、うん、ああいうふうなとこまで。それをき,きちっとそのお、なんていうのかな、まあ、フォローしていくのが、記録文書なわけじゃないですか。うん、それ以外ないわけじゃないですか。うん、で、その記録文書といって、そこらでこういたずらがきしてるようなものじゃなくって、うん、きちっと公に、それ行政文書ってなってるものを保存してるということで成り立ってるわけだから、うん、それは、 相当重いんですよねね、うん、僕かららしたら本来は、ね、本来それを重くない、うん、私の記憶の方が正しいって言うたら、意味がなくなるわけですよ、うん、結局。はいうん、で、まあ、100歩譲って、その記憶が本当に正しいとしても、行政文書に残ってるものを基本的に考えていかないと、うん、そこから自分の記憶とこすり合わせていかないといけないのに、うん、私の記憶が正しいから、これは全部捏造ですって言い切れる。その なんていうのかな申請というのかな、うん、ま、そこがちょっと僕はね、まあ、あの、高市さんファンには申し訳ないけど、うん、なんかちょっと違うかなっていうような気がするな。でも、うん、その、はい、なんでも公平に、それこそ、あのね、うん、この放送法は正式公平っていう言い方しますけど、うんはい、あの、まあ、それはね、あの、 リベラルな人も、リベラルと欲して、それは何やっていうのは難しいとこであるんですけど、なんか、それぞれが公平じゃないんですよね。リベラルな人、リベラルな人で。そうそうそう。ね。あの、例えば、リベラルな人、あの、三浦瑠麗さん嫌いじゃないですか。多いですか。そうしたら、もう、その、あの、旦那が捕まったら、もう推定無罪とか関係なしに、ボロくそ言うじゃないですか、そこはね。それはそれでおかしいと思うんですよ。考え方、政治的なイデオロギーは、どうであれ、刑事裁判は推定無罪やないとあかんし、みたいなね。そうですよ。 そこをみんな分けるのが公平じゃないなと、うん、公平であることって難しいと思うんですけど僕はでも、あのー、やっぱりその住野さん、弁護士という立場上ね、はい、やっぱりきちっとその辺、あのー、まあいわゆるその法とはなんだということを、やっぱり弁護士の立場ということで、あの結構ね、深く分かってらっしゃる方だと僕は思ってるんですよ。だから時には まあ、こちら応援したくっても応援できないということはきちっと言われるから、はいはい、まあ、それは僕はすごい、そういうそのお、役どころっていうか、そういう目はっていうのは絶対必要なんですよ。だからその時の状況で、今これを言うとけば絶対、あの、みんなに受けるっていうようなこともあるじゃないですか。だからそれはだめだと思うんですよね。だいくらこの人がなんか、いろいろ責められてても、いや、それは責められるとこじゃないよっていうような見方をする人がいないと、 あのやっぱり法というものがないがしろにされてしまう可能性があると思うんで、やっぱり法治国家ですから、法というものをやっぱり守っていかないといけないで、法とは何かってなっていくと、やっぱり公文書とか行政文書というのは、法にのっとってそこにあるとしたら、それをやっぱり基準に考えるしかないんで、やっぱりそこれを捏つ造と言い切るということは、よっぽどのエビデンスを出してこないと。 結構難しいなと僕は思うんですよね。僕、野球とか見てても、その、例えば、あの、ま、阪神ファンの人と一緒に甲子園行ったら、明らかに、その、阪神がアウトの時でも、セーフってみんな言うじゃないですか。いや、今のアウトやでって、思っちゃうタイプなんですよ。それは別に職業とか関係なしに。そうですね。 だかし、水道橋社会さんも辞められましたけど、議員になられた時とかでも、言ってはる政策とかに関して、違うと思うなっていうのは思うし、言うし、じゃないとだめですよね。ですよね。ひいきの引き倒しというか、人間的な今までの感謝とか尊敬とかと、またね、一個一個の個別の行動、言動に対する評価って違ってきても全然いいじゃないですか。そうです それをね、やっぱり人間って弱いから、うん、やっぱり今までずっと自分が守ってきて、信じてきたものを、やっぱりそのずっと信じたいっていう気持ちがあるんだよね、うん、何があっても。うんうん、だから、要はこう、この、ま、守ろうとする気持ちのこのちょっと、あのなんていうの、灰色の部分を、やっぱりこう、知ろうと思っちゃったり、黒と思っちゃったりするんだよね。うんうん、でもその灰色の部分であるから、うん、いやいや、それはちょっとやりすぎやでとか、うん、いや、そこまで言われる覚えはないでとかいうことも、やっぱりちゃんと把握しておいてほしいなと思いますよね。 一曲いきましょうかは成内ゆりさんで、の先ほど、竹内先生がお話しなさってた、奈良で放送されてるディナーショー、なんかスナックとか喫茶店でやってる番組、なんでしたっけ、アーサミライアーサーさんがご出になさってる番組が、佐山ディレクターが調べていただきまして、ライブジャパン歌謡ステップ。 なんか大々的な名前ですね、ライブジャパン。でも、大きく出たね。そ日本で、日本で、全体ではやってないですよ奈良の中で。ですよね、別にライブ奈良でもいいわけですよ、ねはいええけど、ライブジャパンですからね。<laughs> 嘘じゃないけど。でも僕ね、あの。うん 小学校の時に、宇治市立伊勢田小学校ってとこやったんですけれども、そこで4年生というかな、クラスで4年3組で将棋がはやった時にその将棋ワールドカップと銘打って、クラスの中でね、男子だけでやってたことがあったんですけど、なんかそれに近いですよね、どこがワールドカップやねんと、伊勢田小学校の4年3組だけが参加できるのに、将棋ワールドカップでやったみたいな、ライブジャパン歌謡ステップ、F ステップから A ステップまで行くというね。 これも 生と同じ金銭が介在したりはないですかね、商談システムということですよね、それを何段と言わずに、F から A というね、とかって言うていくというね、おー、すごいじゃないですか、やっぱりね、こうやって集合値で、いろいろ賢くなってきますよね、我々われ。いや、竹瀬でも調べてよろしい、見たら言うてるでしょ、番組始まるとき、番組名ぐらい。まあねでも、謎のまま置いておいたもがいいことってありますけど、ロマンがあったりするんですかね、ロマンがあって、いいですよね。 ね、この間で、ね、週末に、うん、うちの娘はまだ年中で、保育園のね、まだ年長あと1年あるんですけど、年長組の、あのー、子供の卒園式に、うんまあ、在園生、年中組も出てて、うん、で年長と年中の保護者も出るみたいな形で、うん、でこのコロナ禍で何年かは、はい あその在園生とか、その親とか出てなかったんですけど、今回は何年かぶりに、その在園生とその親もみたいなんで、出てたんですけど、うんうん、まあ、あのー、6歳ぐらいって、一番、はいあのー、なんていうのかな、卒園生の言葉で、みんな名前言って、将来の夢言うんですけど、はい、一番なんか幅ありますよね、6歳ぐらいって。 すごい賢そうな子でね、ないない小学校行きます。将来は考古学者になりたいです。みたいな子もいるんですよ。さあ一方で、将来は寿司屋とポケモンマスターになりたいです。みたいな。寿司屋と寿司屋とポケモンマスター。両方言ってましたね。とか、将来は忍者になりたいです。みたいな。すごいな。すごい、やっぱ極端に分かりますね、まだね。 なんか、まあね、公務員になりたいとか、公務員とかね、あんまりないでしょ。だからやっぱり高校生とかになってくると、そういうところは増えて、リアルなところ増えてくると思うんだけど、やっぱりまだ6歳やから、歳そうですねやっぱりちょっと将来に夢をすごく託してるんで、将来の夢はまだありませんみたいな、もう言いましたね。その夢ななんて決める必要ありますかみたいは いなかったですけど。ただ、今 WBC で盛り上がったようにも関わらず、野球選手は誰一人いなかったですよ。僕ね、逆かなと思ったんですよ。やっぱり大谷選手とかダルビッシュを見てるとね、ああはなられへんと思っちゃうんじゃないかなって。やっぱり体がね、やっぱりね、ちょっと桁が違う気がするんですよ。そうか。だからサッカー選手って、ワールドカップで活躍してた日本代表の選手も、まあそんなに背も、 そこまで高くなくて、なれるかなって思うんですかねやっぱりダルビッシュとか、ちょっと違うようなね、僕、だから逆にね、今回、メジャーに行ったけど、吉田選手はね、僕、大好きなんですよ。ででも、あのスイングの凄まじさは、あれ、は夢与えますよ、体がやっぱりね、プロ野球選手としては小さくても、これだけメジャーもびっくりするぐらいのスイングができるんだということですから。 だから、やっぱりちょっとね、大谷選手ね、やっぱりちょっと規格外な感じなんですよね、6歳にして、6歳の子が見ても、ああはなれんなってなるんですかね、思っちゃう気がするな。だからね、3人ぐらいサッカー日本代表ですって、男の子が言ってたんですよ。だからそれはやっぱり、体格的にもそういうふうに思えるっていうことですよね。だからまあ、昔、プロレスラーに憧れた子たちが、ちっちゃい子も憧れて、でも結局、それがジュニアとか、小さい選手も。 活躍できるような場を彼らが作っていったということがあるから、うん、ははやっぱりそういう、その、本当に好きで、う,でね、うん、自分がその先駆者になるということも可能なんだけどね。うん だから僕もプロレスすごい好きでしたけどやっぱり子どもの頃幼稚園の子は見てたけどプロレスラーになろうと思わなかったのは当時出てたプロレスラーがそれこそほんまにちょっともうでかいし本当に特撮ヒーローに近いような怪獣に近いようなブルーザーブロディスターハンセンに自分がなれると思わないじゃないですかジャンボ鶴田にも天竜源一郎にもだからまだねほらそのブロディとかハンセン天竜とかまあ状況じゃん僕らの時は もう本当にヘスタックカルホーンとか、ハッピーハンフリーとか、それ用う言われますね、ハッピーハンフリー。何キロですか ?400 キロですよ。で、その人らが一回の食事で鶏を50羽食べるとかね、書いてるわけよ。そうですよね。アンドレがビール瓶何十本飲んだみたいな、50本の一夜にね。そうなんですよなおかつね。 もうアンドレ・ジャイアントがモンスター・ロシモフって名乗ってたときに、和歌山に来たんですよ。うんはい、で、和歌山のホテルに泊まったときに、あのエレベーターボーイというか、ベルボーイやってたのが、はいはい、うちの兄貴の知り合い友達やったんですよ。<laughs> すかだから。らそのら、モンスター・ロシモフがね、ビールを持ってきてくれますって言って、ケースで持っていくんだって。えーはい、本当はもうね、ピッて、ピッて指で抜いて、ごく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 とね、<laughs> あっても何十歩で飲むだから、あれ嘘じゃないんですよ。 そういうエピソードをプロレス大百科とかで見てたら、自分が僕も6歳の時にプロレスを泣いた手と思わなかったんです、なれないイにはそう考えると、やっぱり大谷とかちょっと、ちょっとごつすぎるようなね、素晴らしすぎるような気がするし、ダルビッシュもすごいな思いますよね、やんちゃなイメージあったじゃないですか。 ルーキーの時にパチンコとかやってて。でも、やっぱああいう野球っていうもう極めたら、もうほんまに得の高い。そうですよ。ね。まあ、道者になりますよね。うん。だから、もともと得の高い人がパチンコしてただけなんですよきっと逆で。そうです。本当は。そうです。うん。そうです。つまり、得が高くなかったらね、あそこまで活躍できない世界なんですできないです。うん。で、これね、本当にもうはっきりしてるんですよ。で、こんな言い方したらおかしいですけどもね。得が高くなかってもね、いや、あの、まあ、 やれるという職業を考えたらね、はい、政治家なんか典型的やと思うんですよ。<laughs> まあ、悪い話やけど、本当は政治家って一番得がなかったらあかん世界ですよ。本来はね。本来が。うんうん、それがなかったもね、うんあの、当選する力さえあれば、うん、誰でもできるんですよ。うん、そうですでもね、やっぱり、だから野球とか2世ってあんまりいないのは、やっぱり2世というだけでは、 なれないんですよ。それはそう政治家は2世が多いのは、誰でもなれるということなんですよ。2> 2世世ね、要は、その地元で、なんか、力があれば、うん、ということですよ。うん、結局、地元で当選したい人が日本を牛耳るわけだから、うん、要は、なんか、ここ、ここで、とにかく力持っときゃいいという考え方できるじゃないですか。うんうん、でも、野球とかそうじゃなくて、ね、もう実力主義です、ね、そうなんですよ。 だからやっぱりこう、僕、だからやっぱり野球選手とか、実力主義の世界で活躍してる人には、みんな、こうちょっと憧れっていうか、なんとか、やっぱり尊敬の念を持たざるをないんちゃいますそれはものすごいストイックに、ね、何年もトレーニングしてないと、あの領域にはならないし、もともと才能ある人がその上でトレーニングしてそうですよっていうことですもんね、だから野球選手のユーチューブとか見たら、まあ考えてますもんね、頭使って、配球にしても、何にしてもそうですよ。ね そうなんですよ前ね、僕が聞いたんそのが、イチロー選手のルーティーンですごいのが、はい、あの人はもう、言うじゃないですか、食べ物とかも全部決めてたっていうのが、うん、であ,のある野球選手から僕、直接聞いたんですけど、うんはい、その人、も城島さんから聞いたらしいんですよ、城島、うん、さんとはマリナーズで一緒だったらしい、<ー>でその時に、うん、あに、ルーティーンで、イチローさんはいつもこのね、ピザを。うん あの、いつもカレー食べるって話あったじゃないですか。ピザも食べてたらしいんですよ。で、ピザをいつもこの、取って、で、いつもね、二切れ残すらしいんですよ。いつも残してたらしいんですよ。んで、城島選手がある時もったいないな思って、ピザを一切れ食べたらしいんですよ。そしたらそれをイチローが見つけて、めちゃめちゃ怒ったらしくて、どういうつもりやと。これ二つ残すことに意味があるんだ。それもひっくるめてのルーティンやと。この何切れ食べるとかじゃなくて、この二切れ残して、 それに意味があるのに、お前が食べたら、人切れな,になってまうかな、みたいなああ。それで、あの、進むべき何か若干変わるということなんでしね <laughs> いや、あの、きっと変わらない、変わらないんでしょうけども、うん、多分一郎さんの中で、うん、そういう。大きなことなんでしょうね。大きなことが。我々が思ってる以上に。以上に、うん、そこまで緻密に、計算して、日々の生活を、はい。やってるんでしょう、うんはい。あの、僕らね、あの、あのもう絶対なれない多、ね、分も,もちろんなれるわけないんだけど、うん、僕らが、例えば、 まあ、一郎さんがそうやとは言わないけど、その一人エッチするときでもあると思うんですそういうのは。僕らは適当じゃん、ある意味。まあまあそうですよ。まあしたいときにして、眠いときに寝るみたいなね。そういう感じのもんじゃないですか、言うても求道的なことって全くないですよね。うん。でも、やっぱり一郎さんクラスになると、やっぱり求道的なんちゃうかなと思いますよね。 だから、決めてるんでしょ。だから、その、ね、ピザを二切れ残すことまで決めてる人は、当然、そういう、ことでも決めてる。リトレッジに関しても、決めてルーティン決めてますよ。細かく決めてる。細かくね。うん。まず、みたいなね。まず、何本の指、どことどこの指使うかみたいなところまで、こう、ちゃんと、 あるし。だから、その、おかずも絶対、もう固定化してるでしょ固定化するでしょねえ。うん、きっと。ルーティンやから。ルーティンやから。はい。うん。絶対そんな。だから。僕らもその、つまみ食いじゃないですか。そうなんですよ。で、僕らがね。はい。や、ちょっとそれ味気ないなって思うじゃないですか。毎日同じやつね。味気ないなって。だから、その人からしたらね、もうそんなこと言われるの平気なんですよ。いやいや、だから君らは凡人なんだと。うん。 やっぱり達人はこうなんだっていうことやと思うんですよ、匠っていうか、僕らそこに絶対なれない、うん。だからその、こういうオナーにしたとき、なんかこういう調子良かったとか、そんなふうに関連づけて、覚えてないですもんね。わあ、全く覚えないですね。だからね、よくね、僕、言われるんですよ、こういうちょっと僕は下の話たくさんするからね、竹内さん、独り占めに関しては、結構達人の域でしょうと言うけど、いや、とんでもないとんでもないと。 全く真逆って言うんですよ。達人というのは、それなりのルールを課して、それを自分の中の決め事として、何があろうと守ろうという意識は少なくとも持っていかないといけないと。僕らみたいにもう適当にね、その辺うん、秋はもうしんどいからやめとこうとかね、それは達人でもなんでもないですよ。って答えますかはい、答えます。ちょっっっっとかかかかいいいいいじゃなででですすすね今よた ありのままにっていうことでありのままに。自分の気持ちの面向のままに。いうことですね。それはそれでまた一つのスタイルやと思うんで。うんうん。そうかもしれないですね。そこまで理してないと、やっぱりほんまにこの。そうですよ。だからもう本当に歴史に残るような人じゃないですか。言うてみたらね。やっぱりイチローとか本当に大谷選手とかダルビッシュとかね。本当にまあ、王さんとか長島さんとかと並ぶ。 人じゃないですか言うてみたら。に残るそうなんですよね。やっぱりそこまでなろうと思ったら、うん。まあ本当にあれですよ。僕ら今回の WBC 見ててね、思いましたよ。やっぱあれだけスター選手が集まったらみんな見るわと。見ます見ます。うん。だから、要は山川選手が出てきたら、え、大谷の代打、代打出すのみたいなね。普通さ、山川とか出てて、うわってなるじゃん。ですよね。うん。その、そのレベルでみんな見てるから、 村上選手とか山川選手とか、うん、まあそういう人がもうガラ、ガスっと出てるわけじゃん,、うんうん、やっぱりまあ、穴になれば強いし、うん、穴になればやっぱりみんなを見ようとするし、うん、ということやと思いますよ、うん、僕ね、だから政治家もそうあってほしいなと、うん、やっぱこの人はすごい人なんだと <laughs> いう人が、党に集まってたら。うん それから大臣にやってたら、いや、この党ですよと、これは日本はやっぱりちゃんと導いてくれると思えるじゃないですか。だからそういう風にやっぱり彼らも、そのあやからないといけないんちゃうかなと思いますよ。政治家っていうのはここまで厳しいもんなんだと、自分を律してるんだというところを示さないと、誰でもなれますせということじゃないですか、今。 あるいは政治家になってる方がまあよくないでって言われるぐらいの感じがそ,、ね、そのタレントをやった人がちょっとそっちでもね、うん、なかなか厳しいなっていう状況の時に出たりとか、はいえー、そうなんですよ、ね。っていうことがあったりもするんで、うん、そうですね、うん確かに得の高いっていうイメージの、ね、アスリートはいるけど。はい ないでしょう。そう考えアスリートとかってほんまにそういうイチローさんばりのルーティンみんな決めてたりするから、だからニュース出てましたね、みんなで宴会してたみたいな、そういうまた一団結するためとか時うはさっき言ってた竹内先生みたいな話もしてるじゃないですか、オナニーの時はどうしてるのみたいな。お互いね。夜の素振りはどうなのそんな俗っぽいこと言いません。一曲、最後の曲お願いします。ウで旅に出てみたら あっという間にエンディングでございます。竹内先生、あのウィッシュの先ほどの曲に、はい、旅に出てみたら聞いていただいたんですけどね。はい、今日本当に後で中島みゆきバーに行くって話をしてましたけども、えー、このウィッシュっていうのが九州の子たちで、出雲ま姉妹の二人、はい、デュオなんですね、姉妹なんですよね。はいはい、で、彼女たちご案内という曲でデビューしたんですけど、はい、これはまあスマッシュヒットしたんですけども、はい、そのもともと、 卓郎のプロデュースでデビューする予定があったらしいです、えー、でも彼女たちがそれを断って自分たちで曲を作って自分たちでデビューしますということになってまその時に卓郎プロデュースでデビューしてたらまた今後も変わってたんじゃないんだろうかなっていうようなことをねちょっと美雪さんの話を聞いていろいろと考えたなっていう感じです、はい、<laughs> なるほどなるほど、はいはい まあこれからもねこういう話も武雄先生にね,ね盛り込みながらやっていきますよ。<laughs> でも本間公演はねちょっと幅広い話題でいろいろね武雄先生のまあ。 もういろんな分野に対して普段の監視を続けてるというか絶え間なく生からから政権与党までもちろんライブジャパンライブジャパン火曜ステップも芦田愛菜ちゃんの冷蔵庫の CM もで芦田愛菜ちゃんは多分冷蔵庫の CM それここの中で愛菜ちゃんクラスになるともう突っ込んでたんでしすよね当然。 20個も卵あったらもう気にせんでええがなみたいなね思ってたけどもあえて言わなかったんですよ CM の時ね多分台本見ながらちょっとおかしいんじゃないみたいなふうに思ったとしても思っても言わないよね何か言われたらそうですよねでもこれが CM ですからぐらいで大人の答えしますよあの人はねそうすねはいまあちゃん林てハシライスの CM もちょっとおかしいなとか思ってたんでしょうね幼心に幼心にね牛肉はまずあり 牛肉はあってじゃあ何作ろうやろうということです,ですよ、うん、そういうね,ねいろんなものに進路罰をチェックをするというのが大切ですよ世の中今こそ竹内イズム必要なのは。 と思います。ね、ねエロ漫画も皆さんね。だかね、やっぱり年をごとに興味なくなるとは思うんですけれども。まあ、ね、ちょっと本当に紐解いてみて、うん、あっと,あと思ったことは自分の脳裏にね、刻みつけるということで。<laughs> そしたら、なんかの時に、こう紐付けしてね、はい、ああ、あのみたいな。そう,そうそうそう、これやっと。まあ、のあの時のスケバンがみたいなね。うん、<laughs> ええってなったっていう。<laughs> なんや、それみたいな。 この後二21時から Spotify 限定の配信番組メモリーガルがアップされます、タイタンの太田光代社長が3週にわたって出演してくださってますんで太田光控さんのお話だったりウエストランドのお話だったりとかたくさんお聞きして楽しい参加になっておりますぜひお聞きくだので来週のゲストが女の旅を上司なさいます花房観音さんが久しぶりの登場になります。はい では来週もお聞きください。せーの、ハマグリ、ハマグリ。